おはようございます。ぼちぼちうねってますね。やばいです。やべえ、うわお。やべえ、飛ばしていきます。えらい日に網を入れてしまいましたね。まさかこんなうねりとは思いもよらず、びっくりですよ。やばいだろう。うわ、よう上げるかこれ。うわ、船が横ちょ向いている。これはもうさっと上げて脱出やな。ゆっくり撮影しようと思ったんですけど、だ、うわ、うわ、またこんな日に限って大量、いきなりマダイが。なんじゃいこのマダイ、でかー、でかー、おいおい、マジか。ちょっとこれは、ちょっと外していかな、やばいやろ。マジか、なんじゃこのでかさは。やべ、おおおおお、待て待て、船が引っ張られる。待て待て待て、船が引っ張られる。マジか、一発目からこれか、でかっ。よっしゃ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 、とんでもねえ、とんでもないサイズや。これあいたた、とりあえず生かしとく。おおお、メバルもついてますけどね、今日はそんな外しとる暇がねえよ。外しとる暇がねえ。エビは思ったらカニか。めっちゃ魚かかっとるけど外す暇がねえ。マジか、ちょっとえらいことしちゃったな。はいはいはい、またかいや。どうかかるな、タイ。サッと外します。これこれ、もう半分上げ終わりましたね。
もうもたもたしてられないんで、波がバッシャンバッシャン来るんでね、もたもたしてられないです。とりあえずサッと上げて、引き上げて岸へ戻ります。と言いながらそんなサッとも上げれないんですけどね、人力なので自分次第ですね。またこんな日に限って最後危ないテトラポットの迷子に入ってるんですね。伊勢エビ狙いすぎましたね。伊勢エビはスカチンですけど、いかしら、もう魚も外してる暇がありません。はい、またかしら、ガシラポイントへ来た。ガシラポイントへ、ガシラポイントへ来ましたけど、ちょっとやばすぎる。うわ、しかもゴミゾーン来た。ゴミゾーン、やばい、やばいぞ。ゴミゾーン来た。ガシラとゴミです。ガシラとグレとゴミ。うわ、食われてる。お、グレ、ちょっとごめん、魚ちゃんたちあげてる、外してる暇がねえ。やばい。うわ、爆裂、魚爆裂や。やばいぞ。魚は爆裂してますが、めっちゃやべえ。脱出。うわ、やべ。なんじゃこの爆裂。爆裂。やべえ、はあ、えらいこっちゃ。これ、おれ、なんじゃこの魚の数は、はあ、ゴールが見えてきた。これ今日の掃除めちゃくちゃやばいな。とんでもねえ。ああ、なんとか無事上げれた。よかった。あぶねえ。もうね、めちゃくちゃ魚がかかってるんですけど、外しようがねえ、ここじゃ。しようがないです。危なくてやってられない。よし、とりあえず戻ります。岸へ。もうえげってきました。やばすぎますね、この処理。魚めっちゃかかってます。うわ、やべえ、やべえしか言ってない。とりあえず網を上げ終わって桟橋に戻ってきました。もうね、ゴミだらけで、一回今軽くゴミを除去したんですけど、まあこれちょっとね、2日ぐらい放置ですね。このままではちょっと掃除しようと思うとかなり海藻邪魔くさいんで、これちょっと海藻をね、腐らすために2日間ぐらい放置です。で、その後水をかけて網を掃除します。よいしょ。で、よいしょ、ガシラで気づかんだんですけど、
伊勢海老が念願の念願の伊勢海老が、あ、ちっちゃいですけどね、まあちっちゃいけどもう100、200ぐらいかな、200グラムぐらいあると思います。なんで出荷できると思います。あとそれとこいつですね、めっちゃんこでかいです。これうわ、あまり暴れさすといけないんで、あ、いいですね。グレとかもめっちゃいます。この奥に入ってるんですけどね、今日はグレとガシラとこんなもんですね。まあ十分です。ありがとうございます。